お疲れ様です。今回も一緒に腹筋頑張りましょう。レッツワークアウト。今回は朝食前に行うことで脂肪を燃やしながら腹筋を鍛えることができるトレーニングです。まずはストレッチからやっていきましょう。1種目目は腹筋をしっかり伸ばすようなイメージで行っていくストレッチです。朝食前は体がまだ起きていないと思うので、しっかり筋肉の可動域を広げるイメージでストレッチしていきましょう。怪我の予防防止にもなります。休憩です。次はシックスパックを鍛えていくトレーニングになります。足を低い位置でバタバタさせていきましょう。頑張っていきましょう。2種目目です。今朝食前なので自分の無理ない範囲で行ってください。ここで無理に追い込もうとすると筋肉が分解されてしまう可能性があるので、自分のペースで楽しいぐらいで大丈夫です。楽しく筋トレしていくのが一番です。頑張りましょう。休憩です。続いてはおへそを覗き込むように体を起こしていく種目です。さあ折り返しになります。頑張りましょう。今回のトレーニングはたった3分間ですが、この短時間の積み重ねが自分の理想な体へと近づくための鍵となります。しっかり小さな積み重ねをコツコツ継続していけば必ず体は変わりますんで、一緒に頑張ろう。休憩です。続いてはお腹周りの脂肪を落としていくトレーニングです。足を低い位置で交互にクロスしていきましょう。4種目目です。続いてここからはお腹周りの脂肪、お肉を落としていくトレーニングです。最初から 100% の力を出す必要なんてありません。 100% を出して無理して継続できなかったら結局意味がないので、自分のペースで楽しい範囲で頑張りましょう。休憩です。続いてはかかとをタッチする際に息を吐きながら行っていく種目です。さあ残りも2種目頑張ろう。5種目目です。かかとをリズムよくタッチタッチしていきましょう。かかとを遠くにすればするほど強度は高くなります。実は朝食前にこのトレーニングをするだけでいつも以上に脂肪が燃えやすいようになっております。なのでたった3分間頑張っていきましょう。ラストの休憩です。ラストは肘と膝を近づけてお腹周りの腹斜筋を収縮していきましょう。ラスト頑張ろう。ラストです。この種目はシックスパック、そしてお腹周りの部分どちらにも効いてくる種目です。この動作は早ければ早いほど脂肪燃焼には効果的です。朝食前でお腹が空いて3分間できないよっていう方はこのバイシクルクランチ30秒間だけでも行ってみてください。かなりおすすめな種目なので頑張っていきましょう。3、2、1、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のメニューはたった3分間ですので、ぜひ朝食前に頑張りましょう。今回の動画を継続したいと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。お腹すいた。筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけでその人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。本当だ。これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。